お元気ですか、僕趣味です。今日の夕飯は、焼肉丼にしてみました。今回はちゃんとね、ご飯はね、揃えておりますし、ご飯の炊き方もバッチリでございます。ちゃんとね、ご飯が立っております。ね、私炊いた中でもね、5本の指に入るぐらいね、いい炊き方をしました。あ、見せたかったんですけどねで、そこで見せられなくてごめんなさい。で、牛肉にキャベツ、ニンニクの芽ですが、今回はですね、ちょっとね、キュウリがね、ちょっと傷んできたので、キュウリもね、入れてみました。皮を添えて、皮をむいてね、乱切りにしてね、炒めてみました。皆さんね、中国ではね、キュウリをね、炒めるんですよ。で、中国のキュウリっていうのはね、日本のものよりも、太くて、まあ、ウリ科ですから、それもまた皮むいてね、地方によっては皮むかないところもあるかもしれませんけどね、その剥いてね、いろんな炒め物とかにするんですよね。ごま油で炒めたりとかね、しています。で、もしね、キュウリも炒めると結構美味しいのでね、やってみてくださいね。で、味付けは、シンプルにね、塩コショウだけでございます。で、昨日に続きまして、今回は卵スープはですね、餅も加えまして、玉ねぎもね加えまして、結構ボリュームのあるね、卵スープでございます。お酒は焼酎のサイダー割りでございます。告知は特にございませんまあ、プロ野球カードはね、11月以降にねやりますので、よろしくお願いいたします。本日の夕飯動画と告知でした。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。